アメリカ海兵隊総軍は、アメリカ統合戦力軍の海兵隊構成部隊。軍手は、海兵隊、部隊規模は総軍。アメリカ海兵隊集団とも訳される。かつては、大西広見兵隊として知られていた。アメリカ海兵隊総軍は、アメリカ本土において、海兵隊の常備軍部隊を管理している、フォースプロバイダーであり、大西洋側の反旧を責任範囲として、 アメリカ欧州軍、アメリカアフリカ軍、アメリカ南方軍に兵力を提供することを任務とする。かつては海軍の大西洋艦隊と対応して大西広美兵隊と呼ばれていたが、米軍再編に伴ってアメリカ統合戦力軍の励下に入るとともに、現在の名前に解消した。海兵隊において海兵隊総軍は太平洋海兵隊及び海兵隊予備役集団と並んで、 作戦部隊の三つの司令部の一つとして位置づけられており、実戦部隊として第二海兵遠征軍を有する。なお、海兵隊総軍司令官は、大西洋艦隊海兵軍及び大西、し、広見兵隊基地部隊、そして兵力の提供先である欧州海兵隊、南方海兵隊の司令官を兼任している。ありがとうございます。